皆さんこんにちは、岡田真央です。今日はサムネにもあったようにズーズについて投稿していきたいと思います。私の友達のね、桂葵っていう 3x3 の選手が、立ち上げた会社、そして、クラブチームですね。 3x3 のクラブチームです。世界で戦える、クラブチームを作りたいっていうことで、葵自身が、自分が世界に挑戦してみたいっていう思いから、そういうことができるクラブチームを立ち上げたっていうことで、以前 YouTube で取り上げてその概要とかは話してもらっているので、ぜひその以前の、YouTube ご覧ください。で、今回は去年2022年から立ち上がったんですけど、ズーズが今年はそこに山本舞ちゃんが3人目の日本人として入って、世界のワールドシリーズを戦うということで、ちょっとその3人にインタビュー、まあ本当は日本にいる時にねしたかったんですけど、ちょっとスケジュールの関係でできなかったので、質問を送ってそれに対して答えてもらっているので、それを見ていきたいと思います。始まった舞ちゃんやって、俺が、ファシリテーター、こっちこっちこっち。なんかロックとかできる、ロックできないのかな、なんで追いかけるんだ。不慣れすぎる。気になっちゃうかな。気になるかな。いや、なんの、いや、待って待って、2分くらいちょっと、ね、この動画の意味なかったっす。ごめんなさい。手間取るな、手間取るな。そしてこれを送ってくるあたりが面白いな。じゃあ次行きます。どう？始まった。いいじゃん。甘ない。甘い。イエーイ。こんにちは、山本です。前田です。こちらです。三人合わせてズーズです。パフュームかな。今回の大会のスケジュールはどんな感じでしょうか。はい、私たちが参加しているのは FIBA 3x3 ウィメンズシリーズ2023っていう世界最高峰の、大会、3x 大会なんですけど、5月の7、8ぐらいに中国の武漢で、開幕してから、ツアーファイナルが9月の16、17に、モンゴルで行われます。なんかたまたまちょっと最後がアジアなんだけど、アジア結構少ないのにね、最初と最後だけ。私たちは、7月14、15に行われた11大会目のプリスティナ大会から途中参戦して、そこから、多分8大会出る予定です。で、今日はちょうど、2大会目のボルドーに行く途中のスイスチューリヒ空港でのトランジット中にこちらを撮影しております。今回のメンバーは、はい、今回のメンバーは、去年、最後ツアーファイナルを戦った4人、アンマ、ジェニー、ユカさん、私に加えて、こちら、山本舞選手が加入したのと、あとドイツ側も、エマっていう子が去年フォワードの子がいたんですけど、その子が変わって、ザラっていう、若い21歳のビッグマンセンターが入りました。で、その6人の中から、6人でツアー大会全部、もうその6人だけしか登録できなくて、その中から毎回4人をこう選んで、大会に出ていくっていう感じです。ですが、なんと山本選手はこの大会でラストになります。でも、この2大会出れただけでもすごい歴史的な第一歩、第一歩だよね。関係の皆様もありがとうございます。ご理解ご協力いただきまして、はい、ということで、この山本舞ちゃんが入ったということでね、歴史的なことだと思います。今葵も言ってましたけど、まあ、舞ちゃんは言わずも知れた日本代表のガードで、まあ、3x3 で、東京オリンピックのは日本代表で出て、トヨタ自動車でももちろんすごく活躍をしている、本当にめちゃくちゃうまい、外のシュートもすっごい遠くからディープ3がめっちゃ入る、ドライブも速い、パスもできるみたいな
の若い選手なんですけどね。でそこからまたその W リーグのチームの選手がそういうクラブチームに入るっていうことももちろん初めてだし、それを OK してくれるそれこそチームだったりコーチ、その大賀さんとかですよね、が本当に素晴らしいなと思うし、そのクラブチームを作った、ズーズを作った葵も素晴らしいし、それに行きたいと思えるその山本舞ちゃんも素晴らしいし、本当にこれはとても歴史的なことだなと思っております。続いてマイクになった出場にあたっての会場出場出場にあたっての過程、ウィメンズシリーズって基本的にはフェデレーションチームって言って、協会が派遣する、代表のチームが国を背負って出るチームがほとんどなんですけど、それがベースに3枠だけコマーシャルチームっていう、クラブチームの枠が女子は今は設けられています。でクラブチーム、そのコマーシャルチームは、出るためにダンスだったらこう予選をこう勝ち上がって、いろんな日本のそこら辺の大会から始まるのを勝ち上がっていくとワールドツアーまでつながってるみたいな世界線なんですけど、女子は今のところそういう大きいピラミッドは描かれてなくて、もう直でワールドツアー参戦になってて、その参戦ハードルは今のところ大金を払うっていうだからもう本当にとにかく、スポンサーさんを集めて、協賛金を集めて、参戦にこぎつけたっていう、あとはFIBAとのそのなんていうんだろう、誰でも出れるわけではないので、FIBAとのコミュニケーションとかも大事なんですけど、基本的にはお金が必要っていう、定価が25万ドルっていうクレイジーな、はい、感じの金額になってて、でも8割が女子のその大会の賞金に当てられてるっていうことなので、意味のわからないお金ではないのがせめてもの救いです。回収しましょう。はい、はい、今回のチャレンジの見どころと目標、じゃあそれ前ちゃんちゃったら、やっぱこうやってダブルリーグから参戦する、こうやって入ってっていうのは初めてだと思うので、なんか少しでも今後につながるいい影響を、プレイヤーだけでなくその周りの会社だったりっていうところに見てもらえたらいいかなっていうふうに思って、参加してます。で自分もやっぱ 3x3 があったからこそ、その5人制にもつながって活躍今もできてて、頑張ろうと思えてるので、ぜひこのズーズで楽しんでプレイしてるところを見てほしいなっていうふうに思います。はい、ズーズ概要、どういうチームか、ゆかさんが見るズーズどういうチームか、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 どういうゆかさんにとってズーズが何かにしようじゃん今回の、ズーズとしてだと2年目になるんですけど、それで思うところは、今結構ズーズの活動として当たり前のように感じてるけど、でもやっぱりこれってその当たり前の場所じゃないっていうことはすごい思うけど、なんかこの2年目だからこそホーム感がすごいあって、そのデュッセルドルフズーズとしてのそれがすごい安心できるし、なんか良かったなっていうのに思いますし、その新しいメンバーとまた違うズーズを築いていけるのがすごい楽しんで、素晴らしい一言です。今回の挑戦が終わった、まいちゃんほらいっぱい話したじゃん、まいちゃんの今後の5人制とかのキャリアの兼ね合いの中で、ズーズがこういう風に存在してくれてたら嬉しいなみたいな話してましたね。で、今は5人制で頑張ってて、パリもどっち多分5人制で、分かんないですけど、今のところは目指そうとは思ってるんですけど、その後のことを考えると、やっぱ3x も自分にとってすごく大事で、それをやりたいから、やっぱこうやってね、こうズーズみたいにこう1年通していつかはそうやってやっていきたいっていうのが自分の中にもあるから、フルシーズンね、そう、フルシーズン、そう、こういうかけてそうチーム作りをして世界転戦してみたいな、この2大会だけとかじゃなく、
ちゃんと1シーズン通してやっていきたいっていうのもあるから、やっぱこうやってこういう場所があることはすごく嬉しいので、そういう感じで自分は考えてるので、それまで現役頼みますそれまで2人は現役しますはい、次伝えたいこと告知。これはもう、あ、これじゃあ、はい、もうラスト、はいはい、伝えたいことはもう本当にこれから9月まで世界転戦して戦い続けるので、リアルで日本で大会がない分、リアルで見てもらえない分、一層SNS でのこうコメントとかそういう応援がすごく力になるし、皆さんにすごい変な時間にしてるんですけど、見ててもらえたらすごく嬉しいし、嬉しいなって思います。力になります。はい、ということで、ゆかさんのそのにとってのズーズみたいなことで言ってく話してくれてましたけど、ゆかさんが、前田ゆかさんが、もう前田ゆかさんもずっとね、私もダブルリーグにいる時から配信でやってて戦ってた方なんですけど、本当に上手で、で今 37? ちょっと待ってくださいね一瞬調べます。 38? マジか、すごいな、本当にすごいっすね。いや、そうでなわけですよ。で昨年のそのズーズのこの第1回目のそのウーマンズシリーズ挑戦の時に、もう集大成にしよっかなぐらいな感じの雰囲気醸し出してたんですけど、また今年も2年目参戦してるので、あれまだやるんすね。めちゃくちゃ素晴らしいと思いました。もうゆかさん全然上手いしできるから、別にもうやれるとこまでやっちゃえばいいのにって思ってたのでね、やっぱズーズって去年初めて挑戦したけど5位に なれて、そんなことないじゃないですか。すごいことですよ、本当に。でどんどん多分ずっとズーズはできる限りこの毎年毎年ね挑戦したいと思ってると思うんで、その中で本当にこういうそのチームの常連になっていくんだろうなと思います。でそれにやっぱどんどん年々こうゆかさんは安定感というか、そういうチームになってきてるなっていうのを感じてるんだろうなと思いました。で、まいちゃんがそういうね、やっぱこういうさっき言ったような、その世界転戦をする日本人が行けるチームを、今はもうまだ若いし5人制で代表でバリバリやってるし、そうじゃなくなった時にこうシリーズ通して出れるようになりたいっていうことも今は思ってるみたいなので、そういうところにズーズがずっといてくれるっていうのは本当に日本人がこう挑戦する環境をちゃんと作れてるっていうことなので素晴らしいなと思います。でそこまでゆかさんとはいい元気でいてねって言ってたけどまあそれはさすがに難しいのかもなとは思いますが、その時のメンバーも楽しみですね。でこのまいちゃんが最後の試合になる大会、今回はねフランスの結果はもうこの投稿がされている時には出てると思いますので、ここに結果を。まいちゃんお疲れ様、2大会だけだったと思いますが、とても素晴らしい活躍でさすがでした。本当にさすがです。もうすぐにねフィーバーの、インスタとかでも取り上げられてましたので、プレーが皆さんぜひそちらの方もチェックしてみてください。今ズーズは今この段階でですね、そのチームランキングみたいな、ウーマンズ世界のチームランキングの11位につけてるんですね。でその大会ごとに毎回、その結果を受けてランキングとかは変わっていくみたいなので、まだ9月のね、中旬末ぐらいまでワールドシリーズ、ウーマンズシリーズ続くということですので、ぜひ概要欄にズーズの、SNS やら何やら貼っておきますので、ぜひチェックして応援してあげてください。はい、では最後になんとズーズの皆さんからプレゼントがあるということでね、こちら見ていきたいと思います。で、じゃあプレゼント企画何あげようかえ、あれあげちゃう？タンクトップ、6人のサイン入りタンクトップ特別大サービス、ズーズのタンクトップを作ってそれ販売予定なんですけど、それの6人選手6人のサイン入りタンクトップを1名の方にプレゼントさせていただきます。
めるという、はい、ぜひ皆さんどしどしご応募ください。こちらまでそれでは呼ばれたので、はい、ちょうどよく呼ばれた飛行機に乗ってボルドに行きたいと思います。応援よろしくお願いします。バイバイ、バイバイ。こうやって、あ、いいじゃん。はい、というわけで素晴らしいプレゼントいただきました、概要欄に応募フォーム貼っておきますので皆さんぜひご応募よろしくお願いします。はい、では本当に葵も舞ちゃんもゆかさんも忙しい中ね、飛行機のトランジットの最中に動画撮ってくれて本当にありがとうございました。もう日本からも私たち応援してますのでぜひ頑張って楽しんで帰ってきてくれたらなと思います。怪我のないように頑張って来てねー。